久保さん、今回、暑にしましょうか。暑。まあ、暑いんですけど、暑っていうね。この、暑さっていうね、うん。まあ、いろんな人を見てるんですけど、まあ、これからもいろんな人を、まあ、見てるというか、まあね、メッセージをいただくんですよね。で、今日起きて、メッセージ来てたんですけど、 ま、相談ですよね。あの、Facebook でこんなメッセージ来たんですけど、どう対応すればいいですかみたいな。<laughs> まあ、コン、コンサル受けてる方なんですけど。まあこの方と、あの、なんだ。面識がありませんと。みたいな。いや、みんな最初面識ないよ、みたいな。<laughs> なんかその、なんかその、まあ前、ま、前段階があって、吉谷さん。 フェイスブックでこんな DM が来たんですけど、どう対応すればいいですかみたいな。なんかその、副業を探してますみたいな DM が来たらしいんですよ。で、僕が、その、その DM に対してね、あの、副業副、なんかその、副業をね、こう、なんか、隙間時間になんか儲ける方法ないかなとか、えー、なんか、そういう考え方で、えー その、情報を探していると、まあ、昔僕もそうでしたけども、ノウハウコレクターになりますよ、みたいな。なんで、あの、副業を探すというよりかは、自分で稼げるスキルを身につける。っていうところに、えー、フォーカスして、勉強された方がいいと思いますよ、っていうような回答をしてください、っていうね <laughs>。で、その、なんか動画を、それをね、 まあ、僕に言われた通り、アドバイス通りに動画を送ったらしいんですよ。で、動画を送ったら、すいません、連絡ください、みたいな言われたらしくて。面識がないんですけど、どうしたらいいですかって。いやいや、最初みんな面識ないやん、みたいな。いや、話聞いてあげればいいじゃんっていうね。一緒のことすればいいやんっていう。僕も、ね、あの、僕もあの話、 聞いてアドバイスしてるけども、同じことをすればいいんだよっていう <laughs>。だからそのね、最初はその薄い関係、薄い関係じゃないですか。厚くしていかないといけないですよね。関係性を。じゃあ厚くし、関係性を厚くしていくためにはどうすればいいのかっていうと、単純に聞いてあげるってことですね。単純に。単純に目の前の人の悩みを聞いてあげるっていう。それだけじゃないですか。 それに対して回答していくっていう。すごくシンプルですよね。うん。だからその、女性との関係も最初薄いじゃないですか。女、だって女性の話を聞いた、聞いてあげないと、聞かないと、絶対、関係性太く、熱くなんないですよね。なんかその、女性に話しかけられても無視してるっていうね。 これ無,無理じゃないですかもはやね自分が好き行,行為を抱いてるんだったらこっちから話しかけないといけないし <laughs> 全部鹿として無視しててどうやってその女性とあのこう近づくんだっていう不可能だと思います女性が話,をかけ話しかけてくれた全部無視それで関係性が熱くなっていくありえないですね多分ね <laughs> 絶対ありえないですね びっくりしましたね。そう。<laughs> 関係性がないんです。どうしたらいいですかって。いや、関係性最初からねえやん。みたいな。みんな。そう。うん、関係性はゼロです。<laughs> いや、みんなゼロやん。っていう。<laughs> まあ、いろんな悩みがありますね、久保さんね。あ、あれやってみたら、今度こっちの悩み。これやってみたら、こんな悩み。みたいな。人それぞれ多したような悩みがあって。 だから僕がね、良かったなと思うのが、普通生きてたらね、人生生きてたら自分の悩みで精一杯なんですよ。どうすか普通に生きてたら自分の悩みでいっぱいいっぱいなんですよで。僕なんかは、あの、自分の悩み以外の悩み、もう何万人サポートしてきましたけど、その他の人の悩みを聞き続けてきた、そして回答し続けてきたっていう、ここに、 人生の厚さが出たなっていうの、ありますね。だから他の人とは違う考え方だったりとか、他の人と違う行動ができる理由は、もう悩みをとにかく聞き続けてきた。だから逆に言うと、自分、まあ僕もね、悩みはありますよ。あるけども、まああんまな、その、他の人の悩みを聞き続けて回答していくと、自分の悩みはね、薄くなりますね、今度。うん、髪の毛も薄くなりましたけど、 薄くなりますね。うん。そう。だからね、人生に迷わなくなるというか。だからその、いろんな人の悩みを解決していく、相談に乗っていく。自分の、な、自分が悩んでる暇がないというか。ね、だって、いろ、だって、いろんな悩みの中に、いや、俺も同じ悩みあるよっていうのは <laughs>、同じ悩みあるよと思いながら回答してる場合もあるしね。 そうだからそれを繰り返して反復したことによって今悩みっていうのはほとんどないかな悩みはあるんだけど出ても結局解決するためにやるだけなんで人間なんで感情はあるじゃないですかだからその髪の毛まあ今の悩みは髪の毛が薄くな,なりましたじゃあ薄くなったら解決方法増える方法っていうのが世の中にたくさんあるんでそれを実験テスト検証していけばいいっていうただそれだけです でやること、やることいろいろなことやって、ダメだったらそれはしょうがないですよね。でも解決方法はいっぱいいろんなものがあるじゃないですか。だからそれをただやるだけなんですよ。解決方法がありませんと。もう髪の毛が薄くなったらね、もう死亡ですと。もう生え,生えることは絶対ありえませんっていうルールがあるんだとさ、無理ですよ。だけど世の中に髪の毛がまた生えてきましたっていう事例がたくさんあります。いろんな方法があります。 だからその方法を実践すればいいだけなんですよね。まあ、じゃあそれやってみよう。それ使ってみよう。みたいなね。もうそれで終了ですよ。悩みはあります。だけど解決方法は無限にあるんですよ。だからそれを探して実践する。終了です。試してみる。終了です。試しまくる。しつこくやる。それでもしつこくやってもダメだったらそれは諦めるしかないですよね。だから諦めるという方法もある,あるわけですし。うーん。 だからもう、で、髪の毛がなくなっても髪の毛が欲しいんだったらカツラとかね、もう,そう、なんか、なんか、あるじゃないですか。カツラという方法もあるだろうし、アデランスっていう方法もあるだろうし。だから、なんか、なんか、そう、要は、悩みを受けて解決する、悩みをつけて解決する。つまり、解決ができるってことなんですよね。悩みは解決ができるってことですよ。その、その解決方,方法がないってことはないんですよ。うん。 だからその僕はそのなんだ人類が宇宙に行きましたと昔は宇宙にどうやったら行けるんだろうっていう悩みがあってねでもその悩みっていうのはもうないですよねだからこれもなんか今まで解決無理だったことができるようになるんですよこれ時代もうその宇宙に行くというレベルですらね昔は宇宙に行きたいなでもどうやって行けばいいのわ分かんない っていう悩みがあって、その悩みを解決するために NASA とかね、いろんな人がなんか宇宙にロケット飛ばすために飛ばせばいいんだっていうね、いろんなことをやってきて、今は宇宙に行けるじゃないですか。方法がありますよね。<laughs> だからね、悩みを解決、悩みが解決できないっていうことは僕はないと思います。人間がその悩みを解決しようと思い続ける。 うそしてそ、そこに対して着、その悩みを解決するために何かをこう行動してアクションし続けているんだったら、いずれ必ず100年後か1000年後かわかんないですけど、必ず到達します。と僕は思ってます、ね、それが人間の持ってる僕は能力だと思うんで。人間に能力がない、考えることができない、行動ができない、それを具現化できない。そしたら一生宇宙には行けなかったですよ、人類は。 だからその、林間じゃないな。あの、ケネディ大統領か。ケネディ大統領が月に行くんだと。人類は宇宙に行くんだみたいな。へえマジっすか大統領みたいな。<laughs> どうやって、どうやって宇宙に行くんすかみたいなね。<laughs> もう、最大の悩みっすよね。大統領がね、宇宙に行く言うてね、行き方わかんないからみんな悩んでましたよね。大統領命令だけど、やり方わかんないみたいなね。<laughs> もう多分その当時、その宇宙に行こう相当悩んでたでしょうね。大統領、それ無謀ですよ、みたいなね。<laughs> ケネディ無謀だ、みたいなね。うん。そう。まあ、解決方法はあります。いってらっしゃい。